もよいです。よろしくお願いします。はい、ということで本日なんですけれども、ちょっとねこの前翔平さんのアクティブームのキャッチャーミット磨いてて思ったのが、僕のミット全然磨いてないっていう風に思いまして、まあ僕のミットこのあのディオさんのね、オーダーミットなんですけれども、こちら最近ねちょっと磨いてなくて若干白っぽくなっちゃったんですよね。であと補給面にスレが出始めてるので、まあ、これも最近ちょっと僕ラガーズの方でキャッチャー専属ではなくて、まあ、ピッチャーもやったりとかでそんなに多くはね、使ってはいなかったんですけれども、さすがにもうちょっとこうやって、スレが出てきてしまったので、ちょっと磨いていこうかなというふうに思います。で今回に関しては主力で使ってるミット、普段から使うミットということで、汚れ落としの後は、まあ、ワックス系ですよね。ワックス系でちょっとペタッと行こうかなというふうに思います。なんである程度しばらく塗ってなくてかさつきが出た時のグローブ磨きみたいな感じで今日は、やっていこうかなというふうに思います。はい、じゃあ汚れ落としは毎回いつも通りこの IP セレクトの、モイストリムーバーで、汚れ落としやっていこうと思います。ホコリは落としておいたんですけども、でこの白くなる原因ってホコリもねもちろん溜まってるはずです。僕らやっぱ大峰憲法だとか河川敷のグラウンドを多く使うと思うので、そういったところはやっぱりどうしても白くなりやすいんですよね。白土というか砂なのかな、まあ砂が細かいですし溜まってきやすいっていう、砂ぼこりが入ってきやすいっていうので、そういうグラウンドでやる方たちは絶対にね、砂ぼこりを落とすっていう作業をしてもらわないと多分どんどん重くなる原因にもなってしまうので、まあ僕はちょっと今さっきこれ準備しながら先に軽く砂ぼこりを落としてたんですけども、やるようにしてください。こいつですね、もう一度ルーバーで汚れ落とししていこうと思います。振ったんで落としてきます。そうですね、でもこのミット、あーでも落ちるな。うん、あのこの前のアクティブームのキャッチャーミットは黒土の汚れ落としが主だったので、かなりね黒い部分汚れ落ちましたけれども、これに関してはやっぱり僕らあんまり黒土でやることないんでちょっと見分けづらいかなっていう風に思う可能性もありますね。ただ落とさないといけないんで、汚れに関しては重点的に磨くときに関してはしっかりと汚れ落としをした上で、オイルをかぶせるようにしましょう。かぶせるって言い方悪いな。しっかりと汚れ落としをしてオイルを塗ってあげないと重さの原因になってしまうので、まあだから洗顔ですよね。今洗顔の作業をやってる感じです。転がしたら転がすやな。この布いいんすよね。あのこうやって線が入ってるんで、こうやって汚れ落とししたときにその凹凸になってるからより汚れが落ちやすいというか目に見えやすい感じがします。でもそうっすよね、河川敷のグラウンドで黒土、良質な黒土のグラウンドって多分ないはずなんですよね。まあもちろん主戦場が球場だとか、河川敷じゃないけど草野球場みたいなところは黒土のところもありますけども、まあ草野球人がやるところって大体砂のグラウンドの方が多いので、まあ安いですね、そっちの方が施設的にも多いので、ちょっとそこに関しては汚れ落としのやり方が変わってくるのかなと。僕的なイメージなんですよ、僕的なイメージ、グローブのスレっていうところに関しては多分白土とか、砂グラウンドの方がカサカサなりやすいなっていう、やっぱ粗いんで砂とかの方が、まあ、砂利ばあさってたりとかもするので、そういった点やっぱり多少カサカサしやすいのかなというふうに思います。この前のあのアクティブームのキャッチャーミットに関してはそんなにスレはなかったんですよね。まあ革質的な問題もあるとは思うし、公式ボール取ってる、まあ公式ボールも同じ革なんで革のボール公式ボール取ってるとか、そういったところの違いもあるとは思うんですけども、僕的にはあとは軟式ボールで砂グラウンド、白土のグラウンドの方がどちらかというとカサカサしやすいかなっていうイメージがあります。ちなみに皆さんってどのくらいの頻度でグローブ、そのオイルっていう点ですね、まあ汚れ落としはこうやって毎回できればした方がいい、少なくとも砂ぼこりを落とすっていう作業だけは毎回した方がいいかなというふうに思うんですが、どのくらいの頻度でオイルって入れてます？もちろんジュテルみたいに元々のねオイル、革にオイリーさがあるグローブだったらそんな入れなくていいですし、煮もみした時に、まあ、生乾きの状態でやると中に井端
日本代表監督が、まあ、ちょっと濡れてる段階でベタベタ、オイル仕込ませたりっていう点で中から染みてくるみたいな話もしてたので、まあ、そういったやり方をしてる人に関してはそんなに入れないかなっていうふうには思うんですけれども、まあ、さっき、磨きながら言ってた通りでやっぱ軟式ボールプラス、白土砂だとカサカサが増えると思うんですけども、大体どのぐらいの頻度で磨いてるのかなって正直ちょっと気になるところではありますね。自分もなるべくカサついたら磨こうっていう風に思っちゃうので、どのくらいなのかなって単純な疑問ですけどね、ありますね。ぜひちょっと皆さん大体これぐらいで磨いてるよって1試合やったら、やっぱ軟式擦れるから磨いてるよとか、まあ擦れてもなるべく重くしたくないから汚れ落としだけにしてるとかっていう、できればね、ちょっと皆さんのどのくらいの頻度かっていうのも教えてもらえると嬉しいです。じゃあとりあえず補給弁に関してはこんな感じで、磨きました。でまだやっぱ液体系のね、こうやって液体系の汚れ落としということでちょっと湿ってる感覚、があるので、まあその分ちょっと黒く見えたりとか、っていう風にはしてるので、じゃあこれをちょっと乾かしてからオイルを入れましょう。で今やっぱり湿ってるのでカサカサっていう部分が少し少なめに見えるとは思うんですが、それでもやっぱりカサカサは触るとしてるので、これをワックス系のオイルで滑り止め、グリップ力を効かせつつ、しっかりと捕獲していこうというので、じゃあまずは乾かしていこうと思います。じゃあ少々お待ちください。はい、ということで今だいぶね、乾かしてだいぶカサカサなところが逆に分かりやすくなったかなというふうに思うので、じゃあちょっとオイル塗っていきましょう。畠山のグラブワックス、これをまあね、グリップ力あるのでちょっと手に取って溶かして、手で溶かして、はい、じゃあ塗っていきます。まあ本当はカサカサ系な、グローブって僕的には液体で浸透をよくさせて2段階で塗ったりとかもするときあるんですよね。そのカサカサなところをまず上で浸透させて染み込ませて、でその上でグラブワックス系でコーティングしていくみたいな感じの塗り方をすることもあるんですけど、まあ正直おすすめはしないです。重くなるんで、やっぱ2つのオイルを一気に塗ることになっちゃうんで、まあ、それをやるんだったらザラックスのジェルオイルとかオールインワンジェルですね、オールインワンジェルで汚れ落とししながら、カサカサの部分の浸透させてしっとりさせた状態でグラブワックスでさらに捕獲しつつコーティングしていくみたいなやり方をだったらいいかな。まだそれをやるのであればとか、液体タイプそれこそ GS のクローザーとかですねとか、プロテオスとか、っていうのでやっていくのがいいのかなというふうに思います。はい、こんな感じでもう補給面はいいかなというふうに思います。じゃあ背面はね、もう正直グリップつける意味ないのでちょっと待ってくださいね。はい、こいつでクローザーで背面ささっとやって伸ばしてやっていこうと思います。これはもう普通にこういうふうに吹きかけちゃって大丈夫です。僕的にはクローザーは全然補給面でも、てかもはや補給面の方がいいですけどね。背面逆にあれか、コーティングって意味だったらやっぱツヤ系のオイル、ツヤ出し系のオイルでいいの、まあ一番見栄えはいいんですけど、あれはねマジで重くなる原因になる。ツヤはマジで出るでいいですし、ラナパーとかだったら撥水効果もあるので、そういったところいいはいいんですけど、その使い方はしっかりと、注意しないといけないかなというふうに思います。背面もね、こんな感じでだいぶオイルが入ったような、まあまだちょっと濡れてはいますけど感じになりました。はい、ということで本日はこちらのね、ディオンのミットちょっとカサカサに、なってきてしまったので、グローブ磨かせていただきました。こうやってグローブと向き合う時間、ミットと向き合う時間っていうのもね、あるといいと思うので、皆さんぜひちょっと時間かけて磨いていってみてもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。